一般的なパチンコ店内の様子パチンコとはガラス板で折った多数の釘が打たれた盤面上に小さな高級を盤面左下から弾き出し釘に従って落ちる玉が特定の入賞口に入ると特定あるいは昇級が得られる日本の遊戯である漢字表現は自動級遊戯最も一般的な営業形態は風俗営業として客が遊戯の結果得た高級を パチンコ店が指定する特殊景品と交換し、景品買取業者が運営する、景品交換所がそれを買い取る形で現金と交換するシステムとなっている。日本においては、風俗営業に分類される。規制が年々強化され、2019年12月末時点で、パチンコホール経営企業数は、全2018年同月末比で205社減少し2798社。 店舗数は408店舗減少で9386店舗。公益財団法人、日本生産性本部の余化総研が2020年末に発表したレジャー白書2020によると、日本のパチンコパチスロ産業は20兆円規模になっている。パチンコ遊戯機そのものはパチンコ台と呼ばれる。ただし、パチンコは通称であって、風営法上ではパチンコ遊戯機と ひらがなで名称されている。パチンコ設備を設けた遊戯施設は、施設設立前に警察に営業許可を事前に求めなくてはならない。故障で、最も一般的には、パチンコ店、またはパチンコ屋と呼ばれるが、パチンコ業界やパチンコ雑誌などでは、パーラー、ホールと呼ぶ場合もある。店名にパーラーが入っている店舗も多数存在する。このような遊戯施設は、 1930年に最初の店舗が開店し、その後、第二次世界大戦時は、不要不急の産業として一時は、全面禁止となったが、終戦後に復活した。2009年現在、日本以外では、アメリカのグアムなどに、パチンコ店が存在しているが、賭博として位置づけられ、規制を受けている。また、中華民国では、法律上で禁止されている。 韓国では在日韓国人によってパチンコが持ち込まれ流行していたが人間を怠惰にして人生を狂わせるとして2006年からはパチンコにおいてそれまで利用されていた商品券の換金が停止事実上の法規制となった。また北朝鮮の平壌にもパチンコ店が存在している。日本国内のパチンコ店で行われる営業は法的には 風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律同法は1948年7月10日に、風俗営業取締法という題名で交付された。2回解題されており、施行済み最終改正は2005年11月7日、交付、翌年10月1日までに施行。解題を伴った改正は次の通り。第2条第1項第4号で、 設備を設けて客に、社交心をそそる、恐れのある遊戯をさせる営業として定める、風俗営業で、遊戯の結果で得た高級を商品と交換され、パチンコ店から現金が持ち込まれている、景品交換所で現金と交換される営業が行われる。このような遊戯施設は、18歳未満の者は、営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示する、けられるとともに、 客ととしてて立ち入ららせるることを禁じられているパチンコ遊戯施設は現在ではギャンブル的要素を持つが庶民の身近な娯楽施設として都市や地方を問わず国内各地にくまなく存在しているこのために多くの社会的問題を抱えている変わったところでは2017年2月1日九州で P ゾーンを展開する株式会社パラダイスが経営する 複合型リゾートホテルザパラダイスガーデン佐世保にてパチンコホールパラダイスがオープンしたこの店舗は日本人でも利用可能だが外国人宿泊客をターゲットとしており4カ国語で書かれた遊戯台や機種の説明書を設置しているほか営業時間はホテルのチェックインに揃えた16時から22時40分までまた宿泊客に 外国人がいない日は休業とするなど独特な営業形態をとっている。パチンコ店以外ではゲームセンターや露店などにてもパチンコ台が設置、運営されるが、この場合は高級と景品との交換は行われない。以前は一定数の特典に到達すると景品が払い出されるマシンが多数存在したが、風営法の規制強化に伴いべて禁止となった。 コンシューマー分野においては、中古のパチンコ台、パチスロ台を個人向けに売買する市場があり、また、このようなパチンコ台の特徴を模した玩具や、シミュレーションゲームとしてのビデオゲームも存在する。パチンコ、秋葉原パチンコ店、渋谷区パチンコ店としての風俗営業は、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律の第2条第1項。 第4号に基づいて運営される。パチンコ台を設置するゲームセンターは同法において、いわゆる5号営業に該当する。日本国内のパチンコ店で行われる営業は、遊戯の結果によって、商品を提供している。この根拠となる法令は、風営法第4条、同法施行令、第7条、同第10条、同第11条、風的法施行規則第36条である。 これら法令に基づく営業において、景品を提供すること自体は合法であるが、現金や有価証券を提供することは禁止している。しかし、客が獲得した景品を古物商に売却して、現金化する事例が多く、客から古物商が受け取った景品は、景品問屋を通じて、パチンコ店に卸ろされており、これを事実上の賭博行為として問題視する意見も、あるなど、 多くの社会的問題を抱えている。レジャー白書2018によれば、2017年のパチンコの参加人口は900万人、パチンコホールの貸し玉量は19兆540億円であった。レジャー白書2015で市場規模が過去に遡って修正されたことで、 市場規模のピークも九百九十五年の三十兆九千億円から二千五年の三十四兆八千六百二十億円に修正された。なお出玉により客に還元される分があり、店舗平均の還元率が八十五パーセント程度だと言われているので、パチンコホールの実際の売り上げは貸、貸し玉量の十五パーセント程度ということに留意する必要がある。また、参加人口は、 娯楽の多様化、古臭くて不健康、不健全なイメージによる若者離れ、法改正によるギャンブル性の低下による客離れ、社会問題視されたパチンコ依存症などが指摘され、年々減少し、現在過去最低水準にある。パチンコチェーンストア協会によると、2016年8月のパチンコホール企業の就業人口だけで約24万人であった。 産業界においては、パチンコ台のハイテク化が進んで、IC チップや液晶モニターなどが多用されるようになった結果、ハイテク産業に関連する大手企業の業績をも左右するほどの重要な市場となっている。501-0001-502-0002-503 零零零十二十三十四十9九百九十六千九百九十八二千二千二百四十六二千八二千十二千十二二千十四二千十六二千四年七月に改正された遊戯規則の影響を受け、二千四年六月以前に保安通信協会の検定を通過したパチンコ遊戯機やその他の遊戯機は遅くとも二千七年九月末までにすべて また大当たりのレンチャンが人気だった4号機パチスロ機も同時に撤去対象となっており、これに伴いパチンコホールは入れ替えのために多額の費用負担を強いられた上、社交人を煽る、遊戯機の規制により大幅な客離れが見込まれたため、金融機関もパチンコ業界へのファイナンスに対し非常に慎重になった。そうした煽りを受け、2007年4月27日には、 業界第6位の大英が東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請したことを代表に2007年度のパチンコ店倒産件数は前年比37.1%増の大幅増加となった。パチンコ台は多くは木製の板に多数の新中製の釘が打ち込まれた板をほぼ垂直に縦、全面をアクリル板で覆い、 ここに直径1 1トル、重さ5ムのパチンコ玉と呼ばれる光球を据え付けられている発射装置によって引き入れる。引かれた玉は盤面上の釘や羽回転体などの構造物に当たりながら複雑な軌跡で盤面を落ちていき、この間に玉が入賞穴と呼ばれる入賞口に入ると15個以内の規定数の入賞球を獲得することができる。盤面には 遊戯の妙味を増すために、薬物と呼ばれる特別な入賞校や仕掛けが施されている。薬物は機械仕掛け、電気仕掛けにとどまらず、近年ではデジタル部品を駆使したデジパチと呼ばれるハイテク度の強い機種が主流である。パチンコの遊戯料金は国家公安委員会規則である風営法施行規則で規定されている。 1978年12月12日に3円から4円への値上げが認められて以降、長い間玉1個につき4円以下と定められていたが、2014年4月に貸玉料金に消費税相当分の上乗せを認める旨の改正が行われ、玉1個につき消費税込みで4.4円以下となっている。ただし、上限いっぱいの4.4円貸しでは、 一般的な貸し玉1回の単位である500円で割り切れないため実際には貸し玉カードの生産期を1円単位で返金できるようにして4.4円貸しとするか500円で割り切れる単位の貸し玉料金とする等の対応が求められる以前はほぼ全ての店舗が貸し玉料金1玉4円で営業していたが2006年頃から1玉1円での 営業スタイルが広がり始め、現在では、貸玉料金を一玉0.5円、0.2円、0.1円、2円、等に下げ、低資金で長時間の遊戯が可能であることを、稼働率回復の特効薬とする店舗が多数存在する。これらを4円パチンコは、4パチ、1円パチンコは、1パチ、1パチ、2円パチンコは、2パチ、2個パチ等の名称で宣伝。 故障している業者が存在する。また、2014年4月以降、貸し玉料金に消費税相当分の上乗せができるようになったことから、低貸し玉営業においても一部の店舗では、貸し玉料金に消費税分を上乗せするようになった。積み上げられたパチンコ生風俗営業としての、パチンコ営業では、客が遊戯の結果で得た玉などを商品と交換する。風営法は営業者に、 現金や有価証券を商品として提供することや、客に提供した商品を買い取ることを禁じたり、商品の価格の最高限度に関する基準に従った、営業を義務付けたりして、パチンコの社交性を抑制している。なお、2012年頃から警察庁では、パチンコ玉メダルと景品の交換率を店舗単位で統一することを求めるようになったが、地域によって取り組みはばらついており、 2014年現在は必ずしも徹底されていない。提供される商品は一般的に一般景品と特殊景品の2種類に対別される。一般景品風営法施行規則35条2項2号では景品として客が一般に日常生活のように供すると考えられる。物品のうちからできる限り多くの種類のものを取り揃えておくことを店舗に求めている。 そのため、タバコや菓子のほか、店によって、ネクタイハンカチ、靴下などの洋装小物、電気製品、化粧品、大衆薬、アクセサリー、CD や DVD、食料品など様々で、大型のパチンコ店内の景品交換コーナーは、コンビニエンスストアや小型のスーパーマーケットにも似る。警察庁では二千六年十二月に、パチンコ景品として、最低五百種類以上、 品目としては、家庭用品、医療品、食料品、教養娯楽用品、思考品、身の回り品、その他の7品目中5品目以上を取り揃えるよう求める通達を出している。特殊景品特殊景品の一例特殊景品とは、パチンコ店外に設置されている各都道府県の公安委員会に、古物商の許可を受けた景品買取所に売却することを前提とする景品を指す。 これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている。しかし、前出した風営法23条1項の禁止規定があるので、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。そのため、パチンコ業界はパチンコがギャンブルではないという建前で三点方式と呼ばれる方法をとっている。パチンコ期1970年代後半頃までのパチンコ台には、 現在のようなハンドルはなく、弾を引くスプリングを戻す強さの加減をレバーを使って、手動で行いながら一発一発撃つようになっていた。この微妙な力加減もパチンコ遊戯の醍醐味であり、1952年公開の日本映画、生きるでは、そうした手動のパチンコ台が描写されている場面がある。現在のパチンコ台は、弾の射出頻度はパチンコで0.6秒に一発。 アレパチでは0.5秒に一発以内と規定されており、またハンドルに手を添えている間は永続的に弾が射出されるため、射出を一時的に停止させるストッパーの機能を持った押しボタンが、この押しボタンはハンドルの右手をや指で押せる位置に取り付けられているものがほとんどだが、中には2005年から2007年にかけて計画が採用していた大枠ビッグバンのようにハンドルではなく、 ハンドル真上の右手人差し指で押せる位置に取り付けていたものもあった。また、大都議券の台では、ハンドル。なお、パチンコ遊戯には最低限の技術介入が求められるため、ハンドルを効果や器具などで固定して遊戯することは、風営法で禁じられており、それを防止する目的として、ハンドルには素手で触れていることを検知するセンサーが取り付けられている。このように、 現在のパチンコ台ではハンドルが当たり前となっている中でパチンコ台メーカーの業界団体である日本遊戯機工業組合に2015年に組合員として新たに加盟したエ語ゴンがおよそ40年ぶりとなる手動レバーを採用した新台、クラゴン昭和物語を発表同年12月よりホールに設置したかつてのパチンコ台ではアタッカーは 大中央の一番下の部分に取り付けられていた。また、抽選を開始する指導入賞校は、中央部の液晶画面真下に設けられているのが、一般的で、左打ち右打ちいずれでもへそに玉が入るようになっていた。だが、現在のパチンコ台では、液晶画面が大型化したことや動く役物が搭載されているため、へそは、大中央より、下部に移動し、 また大当たり時の出玉の消化を早めるために最速でアタッカーへ届くようアタッカーは右端株に届そのため現在では通常時は左打ち、格変時は右打ちとしている台が主流である。また電動チューリップもかつてはへそに搭載されていたが現在の台では電柱は右端のアタッカーの手前に設けられており格変時または チャンスタイム時の抽選のスピードアップに用いられるのみとなっている。玉を貸し出すために、所定のプリペイドカードを読み取らせる機器がついたパチンコ機である CR 機の導入以降、1回の大当たりの入賞級を増やしたり、確率変動を導入して、大当たりの確率を高める代わりに、特賞以外の入賞級を減らすなど、社交心を煽る傾向にある。 本来の風営法では客に社交心をそそる恐れのある遊撃を禁止しているのにもかかわらず脱税対策を建前とした深夜歩きの普及のために社交心を煽る傾向にある遊撃を認可したことが原因であると言われる。現在のパチンコ台ではタイアップ機と呼ばれる映画、ドラマ、漫画、アニメ、特撮ドラマなどの作品を題材にしたもの。 あるいは著名芸能人が監修、またはモチーフとするものがほとんどである。ただ、作品や権利者によっては、ギャンブルに対し、2000年代に入ってからは、音楽業界が CD の売り上げが落ち込む中で、モチーフとするタレントの肖像権量、実際に2007年度のジャスラック賞で銀賞を受賞したエヴァンゲリオン BGM においては、パチンコパチスロでの著作権使用量が、 同楽曲の使用量全体の44%を占めており、パチンコ機から得られる半券収入がカラオケ着歌等と並んで音楽業界において無視できない金額となってきたことを示した。また、パチンコ機やパチスロ機の大ヒットにより、パチンコパチスロユーザーが興味を持って、エヴァンゲリオンや北斗の剣などモチーフとなった作品の DVD や原作本を買い求めることで、 新規範を獲得し、それらの人気復活に大きな貢献を果たしたことに加え、資金面に目途が立ち新作の制作につながるなど、関連ビジネスが活性化したという側面も見せるようになった。すでに述べた通り、現在の遊戯機はデジタル部品を駆使したデジパチが主流であり、ハイテクの塊でもある。本体内部のロムの性能向上と容量の増加により、 モチーフとなったアニメやドラマなどの映像をほぼオリジナルのままリーチ演出や大技。中には、画廊シリーズのように大枠から焼くも物が飛び出すものも登場している。ただ、その一方で、ハイテク化や装置の複雑化、チャンスボタンの代わりとなるギミックの搭載、サブ画面としての小型液晶モニターの搭載などもあり、1台あたりの販売価格が以前より高騰している。 例えば2015年10月発売の CR パチンコ仮面ライダーフルスロットルの販売価格は発売当時史上最高額となる1台52万円であった。また2017年5月発売の CR 必殺仕事人号は1台49万5千円であった。インターネット上では近年のパチンコ台をゲームにしたパチンコゲームと呼ばれるものも人気を集めている。 遊技機は国家公安委員会の指定主権機関である保安通信協会によって規定上の条件を満たしてイルカ試験が行われその後各都道府県の公安委員会の検定を受けその後ホールに設置されホール諸葛の警察が試験を行うすべての試験を合格して初めて客が遊技することが可能となる検定の有効期間は3年間とされ有効期間を過ぎた 遊戯機は、現行放火の遊戯機については引き続きの設置は可能だが、検定が満了しているため変更が一切認められない。そのため故障などの場合は、部品などの交換や修理ができないことから、故障のまま放置するか、新しい遊戯機と入れ替える必要がある。なお、過去に数度行われた、みなしき撤去は、法が改正され遊戯機の基準を満たさなくなったために、 行われたものであり、現行法が改正されない限り、現行法下での検定を合格した遊戯機は、検定期間が満了した際に撤去しなければならない、ということではない。現行機については、検定の有効期間内に、業界の自主規制基準である、中古遊戯機流通検全開要項に基づいた認定を受けることで、認定日からさらに3年間設置運用が、 認められるが、認定に入れ時の再認定は事実上認められていないため、最長でも検定合格から6年間経過すると、ほぼ強制的に、みなしき扱いとなる。ちなみに再認定が困難なのは、形式要件を満たしていることを保証するための書類、等を、遊戯場が作成する必要があるためである。2015年11月以降に設置している遊戯機においては、 概ね以下の基準に沿って作られている。また、2018年2月より以下の新基準が施行された。初当たり時における大当たり確率の加減は1、320で変更ないものの、このほか2018年2月1日以前に検定を通過した機種は、検定期間満了まで設置可能とされたことや、カードユニットとの接続仕様を明確にし、カードユニットが有戯球等 貸し出し装置。また、形式名については種類ごとに判別できるように、基本記号を形式名の最初に付与することとし、窃盗時はそれまでの CR に代わり、パチンコは P、アレンジボールは R、ジャンタマは J、チョイパチは P チョイパチ。さらに、のめり込み対策の強化を目的に注意喚起の統一フレーズの液晶表示も明記しており、表示形は 大当たりごと、客待ち中の2箇所とし、表示時間は2秒以上、パチンコパチスロは、適度に楽しむ遊びです。と、のめり込みに注意しましょう。他にも、隙板のセキュリティ性能や周辺基板に関する、取り決め等も明記されており、演出表示器に使用するデータ用ロムの記憶容量については、総じて6 4 g b ットを上限とすることなどが、挙げられている。 現在のパチンコパチスロには、児童向けの漫画、アニメ、特撮、ハリウッド映画といったキャラクターものから、歌手、俳優、女優などの芸能人まで起用したタイアップが多数展開されている。また、タイアップ機種によっては、版権等の問題から、複数のメーカーから機種が販売されたケースが存在する。ただ、中には、ゲーム性が合わなかったり、 世の中のトレンドが変わったりして、結局パチンコ化できずに、お蔵入りする案件も少なくなく、他にもコンテンツのイメージを崩したくない権利者が、いろいろとつける注文に応えたために帰ってつまらない、遊戯台になってしまったケースもある。これらは、それらの作品に慣れ親しんだファン層をパチンコへの新規ユーザーとして取り組む宣伝効果を狙ったものと、考えられる。すでに述べた通り、 2003年に発売された北斗の剣や2004年に発売された新世紀エヴァンゲリオンのように人気機種となり空前の大ヒットとなったことでそれまで原作に馴染みのなかったパチンコパチスロを打ったユーザーが新たに原作コミックスや愛憎版アニメ DVD などを買い求め新たなファンを獲得するといったケースも生まれているまた作品の性質上ギャンブルには に使わしくないという理由で、キャラクターの判権を許可しない、著作権者もいる。例えば、ドラゴンボールは、大ヒットが見込める、有料コンテンツとして、メーカー各社が、判権獲得に動いたが、原作者の鳥山明が首を縦に振らなかったと言われており、また、キャプテン翼の原作者である、高橋洋一も、2000年頃から、同作品のパチンコ化へのオファーはあったが、 子供向け作品だからという理由で当初は断っていたことを明かしている。近年はタイアップしたアニメやドラマで新作が制作された場合はパチンコ機メーカーが番組スポンサーにつくケースも多く見られるようになっているおそ松さん、ルパン三世、地獄少女よいとなどが例。風俗営業としてのパチンコには様々な社会問題の存在が指摘されている。 以下に問題点とされる事例、要因とパチンコを支持する側の、パチンコは前日の通り、特殊景品を景品交換所に持ち込むことで現金に交換することが可能であるが、そもそもこれは、終戦直後のパチンコブームの際に監禁行為に、暴力団の介在が横行していたことを防ぐために、暴力団排除にもつながることからより、マシな手段として1961年に、 大阪で導入されて全国に拡大した経緯がある。これが法律違反に当たるかどうかについて、1968年の福岡高等裁判所では、交換所が顧客から買い上げた特殊景品が景品問屋でシャッフルされる形で複数のホールに下ろされているため、ホールの特殊景品が交換所や景品問屋を経てそのままストレートに最初の ホールに戻ってくると特定できないとして、三点方式が、風俗営業法条例違反に当たらないとして、無罪判決が下されている。賭博とは刑法においては、金品などをかけ、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によってかけた金品の再分配を行うもの、を言い、このような賭博は、賭博罪として、刑法185条によって禁じられている。ここで、金品には、 景品も含まれるため、賭博罪の成否が問題となる。パチンコでは、現金や有価証券ではなく、商品を景品として出すことが、風俗営業法で認められているため、刑法第35条の法令または、正当な業務による行為として、刑事罰の対象にはならない。なお、日本国内における、海外の賭博場であるカジノを模した遊戯場は、 風俗営業適正過法では5号営業としており、風俗営業適正過法第13条は、その5号営業では、遊戯の結果に応じて、商品を提供することが禁じている。そのため、そのようなカジノを模した、遊戯場が3点方式を模倣した場合、遊戯の結果による商品の提供がこれに、抵触するので、違法行為となる。これらの状況については、警察、 検察のパチンコ業界との癒着が指摘されている。産経新聞は、景品交換所での現金化は、事実上の賭博に該当しており、警察が黙認しているとしている。警察庁は、パチンコ業界の監督官庁として、その外閣団体である、保安通信協会で遊戯機の使用が適正であるか、どうかを調べる試験を行ったり、さらに、 試験に通過した機種を実際に営業に供して良いか、どうかの検定を各都道府県の公安委員会で行ったり、あるいは店舗営業の許可を与えたりするなどの権限を握る立場にあるため、癒着が発生しやすい関係にある。例えば、遊儀機の形式試験を行う保安電子通信技術協会の前会長は、元警察庁長官であった山本静彦であり、職員の1、3を、 警察出身者が占めることや、パチンコメーカーアルゼでは、元警視総監である前田健二を常勤顧問として迎え入れていたなど、関連団体や企業への甘下りとも解釈できる例が見られる。パチンコ業者の団体である、東京商業流通共同組合、東京ユニオンサーキュレーションなどに多くの警察官が甘下りしている。また、貸金業のクレディセゾンの連結会社である、 パチンコ業界大手のコンサートホールは各店舗ごとに警察官1名の甘くりを受け入れることを警察への求人で表明している。このようなことからジャーナリストの寺沢優は日本全国でパチンコの違法状態が放置されている理由は他でもない警察が監禁業務を牛耳っているからであると問題視している。二千七年からインターネットイニシアティブの連結子会社である トラストネットワークスによってパチンコ店への ATM 設置が行われるようになり2010年にはトラストネットワークスが投資家に今後4から5年間程度で約8000台の ATM を導入していくと ATM の設置をさらに推し進めることを表明一方でパチンコ店内の ATM 設置は依存症が強いパチンコの利用を煽らせて金銭の浪費を容易化させるとして ジャーナリストや日本共産党によって、積極的に ATM の設置問題が取り上げられるようになった。パチンコ内での ATM 設置自体は違法ではなく、風俗営業法第9条では警察に届け出をすることしか規定されていない。しかし、パチンコの ATM 設置を問題視する立場からは、ジャーナリストの小出康成は、パチンコ店内における ATM の設置に関する届け出は、 このため、トラストネットワークスと提携して ATM 設置を進めていた農林中央金庫や地方銀行が新規の設置を中止することやパチンコ店内 ATM 事業に協力しないよう参加の団体に通知するなどの動きが生じたためパチンコ店への新規の ATM の設置が取りやめになるなどの影響が出ている。トラストネットワークスは ATM で1日に引き出せる 上限を3万円までとし、ATM からの現金引き出しに歯止めをかける仕組みを提示している。精神医学においては、行動指摘であり、国際疾病分類 ICD-10 の精神及び行動の障害の成人の習慣と衝動の障害という項目にある病的賭博の一つとされる。一般的には、ギャンブル依存症とも呼ばれる。 パチンコの場合気楽に行けるためカジノより危険であると考えられており、カジノの問題より最優先でパチンコへの対策が喫緊の課題として浮上している。パチンコの大当たり時には脳から大量のベータ、エンドルフィン、ドーパミンなどの神経伝達物質が分泌される。このため一種の薬物依存に近い状態に陥り、パチンコに依存する恐れがある。 心理学者のバラススキナーによるネズミを使った実験ではボタンを押すと必ず餌が出る仕組みよりボタンを何回か押しているとランダムに餌が出ることがある仕組みの方が急に餌を出さなくなった場合であってもネズミは長い時間にわたってボタンを押し続けることが判明しており多くのパチンコ客がハマりに陥った場合でもパチンコを続けるのはこの仕組みで説明できる このパチンコ依存症は、性癖や医師の問題として扱われたため、治療できる病気であることが理解されず放置され、治療行為が行われなかったために、弁学や勤労への意欲を喪失した例や、さらに借金をしてまでパチンコにのめり込み多重債務や、自殺といった悪循環に陥る例もある。多重債務につけ入る消費者金融や闇金融のありさまと合わせて、社会問題視された。 このことから2005年頃から東京という企業共同組合などの業界団体でもパチンコ依存症に対する注意の呼びかけや問題解消のためのカウンセリングの紹介といった事業が始められている2006年からは日本全体の業界団体である全日本遊戯事業共同組合連合会でも同様の取り組みを開始しておりパチンコ依存症は治療を要する 病気であるとともに、業界団体としても救済を必要とする問題と、位置づけて5年間分の運営費1億円を負担、同依存症に対する研究を進めるほか、専門相談員の育成を行うとアナウンスしている。また民間では、女性用回復施設のぬじュが活動を始めている。パチンコ業界主導の依存症対策には疑問を投げかけている。回復者本人で、 精神保健福祉士が運営する相談カウンセリングセンター、横浜メンタルヘルスサポートセンターも活動し効果を上げている。元臨床心理士、タレントで作家の松岡啓介は、小説、催眠や千里眼の教室の中でパチンコ依存症を以下のように表現している。乳幼児を保育園などへ預けず、駐車場の自動車内へを放置し、そのまま熱中症や、 脱水症状などで死亡させる事故や、北関東連続幼女誘拐殺人事件のように、親がパチンコに興じていた隙に乳幼児が誘拐される事件まで発生した事例もある。そのため、全日本遊戯事業共同組合連合会は、子どもの社内放置は、児童虐待の防止等に関する法律の児童虐待に当たるとして、社内放置根絶を目指し注意を喚起するキャンペーンを、 行っている。対策として、加盟店内の一角に壁で仕切られた遊び場を設けて、子供を預かったり、あるいは駐車場を店のスタッフが巡回して注意を呼びかけたりしている。同会の報告によると、巡回などで見つかった、車内放置のケースは2006年度で37件、56人であった。年度によるブレが大きく2013年から4年間は40人。 程度であったが2017年は104人であった。宅地設備のあるパチンコ店も一部にはあるが、全国的に見ても地方郊外店以外では導入に積極的ではない面もある。これについては2006年5月から施行された改正風営法により明らかに18歳未満とわかるものを入場させた。これにより立ち入り規制の徹底がされた店もあるが、 以前と比べても立ち入り規制が取り締まられていない店も少なくない。ただし、取り締まりの強度は所轄の方針に左右され、大阪府などのように乳幼児まで含め完全に規制が徹底されているケースもある。深夜歩き導入以降は減少してはいるものの、依然として脱税が多く、業界全体として国税庁の2004年度の調査では、不正発見割合で見ると、 50.3%と約半数で脱税の疑いがあり、不正発見割合の高い業種、不正申告一件あたりの不正脱漏所得金額の大きな業種では4206万2000円と、ともにパチンコがバースト2位にランクされている。現金の流れが不透明な中小ホールでは、未だに脱税体質に変化がないものの、近年、一部の大手ホールでは、決算において、 監査法人を受け入れるなど、ある程度の改善傾向もある。しかし2012年までに、日本全国に存在する42及ぶパチンコ店グループが、租税回避目的で企業再編税制を導入することを、コンサルティング会社から勧められ、これを導入した結果、税務当局から一斉に多額の申告漏れを指摘されたことが判明している。 業界各団体の健全化推進の努力が継続的に行われているにもかかわらず、暴力団や海外マフィアが関わるコンピュータプログラムの内容を書き換えた違法改造ロム、パチンコ店による不正基盤への感想、パチンコ店によるパソコンを利用した遠隔操作など、風営法で禁じられている無承認構造変更や、玉化式や係数機を改造して不当な利益を上げようとする。 詐欺罪に相当する不正などの業界の信頼を失う不正行為が根絶できていない。韓国では外見上はパチンコに類似したメダルチギと言われる遊儀機を置く店舗が1万5000点存在し、売上高は日本円にして約3兆円に上っていたが2006年秋に換金行為。プロサッカー球団大分トリニータに2005年以降大手パチンコ店チェーン。 マルハムがメインスポンサーとして支援してきたが2007年に J リーグ側がパチンコ店のスポンサーを認めなくなったことから2009年をもって撤退を余儀なくされたその結果球団の収入が激減して経営が悪化し J リーグに対して緊急融資を要請する事態に陥ったまた上記のような不透明性があるためかパチンコ台や 関連機器メーカーの上場企業はあるものの、パチンコ店の上場は申請した企業はあったものの、長年にわたって認められず、上場企業は一社もない状態が続いていた。この背景には、証券取引所のパチンコ店業界に対する厳しい姿勢がある。しかし、2012年8月6日、大手パチンコ店のダイナムが、香港証券取引所に上場を果たし、これが、 ホール企業初の上場例となった。その後、2015年4月に二落が、2017年5月には、大倉がそれぞれ、パチンコホール運営会社として、香港証券取引所で株式公開をして、パチンコ産業は在日韓国、朝鮮人の割合が高く、韓国の中央日報によれば、日本に約1万6000から7000点ほど存在する。 パチンコ店の経営者に占める割合は90%という指摘がある。アエラでは全国のパチンコ店オーナーの出自の内訳は、韓国籍が50%、朝鮮籍が30から40%、日本国籍、家境が各5%としている。また、2008年1月10日のハンギョレの記事では、パチンコ業界の6割が在日韓国、朝鮮系としている。 これらの数値は具体的な集計方法が不明である。民団参加の在日韓国商工会議所では所属する1万社のうち約7割がパチンコ業に関わって、自民党の武藤義文元外務大臣は1993年の国会答弁にてパチンコの金が何千億と北朝鮮に行っていると述べている。各メディアにおいても北朝鮮送金問題に関して、 北朝鮮の資金源として朝鮮総連に関係するパチンコ業界があるのではないかと言われる。AP 通信ではパチンコで負けた損失が北朝鮮の核開発に流用されている可能性を危惧するパチンコファンの声やドラッグとともにパチンコの収益が北朝鮮政府や軍の手に渡っているとする宮之塚俊夫の見解を伝えている。 読売新聞2012年4月15日によると、日本から北朝鮮への送金は現在はほとんどなく、持ち出し額も年間約5億円という。朝日新聞2011年6月7日、長官15面記事によると、90年代半ばに売り上げ30兆円、店舗数1万8000店は2010年までに売り上げ20兆円、 店舗数1万2000店の3分の2に激減しており、2011年、現在のパチンコ店経営者の国籍は、韓国が5割、日本が3割、中国、台湾が1割、朝鮮籍が1割であるとされる。パチンコは日本のみならず、ハワイや台湾など数カ国で営業している。日本で使われた中古代を活用し、スペックやレンチャンシステムなどは現地仕様に改造してある。 また、日本のように貸し玉サンドに現金を投入スタイルは、少なく、カウンターで玉を購入するスタイルが多い。韓国では、日本のパチンコ用に玉を打ってプレイするスタイルではなく、メダルを入れ抽選後に当落を判断。技術介入要素はないカジノのスロットマシーンのようなシステムであり、ダブルアップも存在する。当たった後に、商品券等が出て、 換金や商品と交換するシステムとなっている。社交心の煽りなどのギャンブル性の問題が紛失し2005年に非合法化されたが、看板を変えて営業しているとされている。台湾では日本と異なり、当たった数字や再抽選後に出た数字によって、連チャン数が決定。また、ハンドルは固定種を離しても良い。目が届く範囲内での掛け持ち遊戯も容認されている。 基本的に日本語と似ているが、カウンターで玉を買う、手を離してのハンドル固定可能、全転禁煙などの差異がある。パチンコ業界と関係の深い自民党、国会議員らによって時代に適した、風営法を求める議員連盟が結成されており、パチンコへの課税、監禁合法化などを提言している。また、業界団体、パチンコチェーンストア協会には、政治分野アドバイザーとして、 多数の政治家が挙げられている。2008年、在日本大官民国民団の代表団が、韓国の李昭弘次期大統領当選を祝うために、奉還し、パチンコ産業への規制による、経営の苦しさを訴えた。李は、小沢一郎民主党代表との会談の際、民団から聞いたこととして、この話を小沢に伝え、関心を持ってほしいと要望した。小沢は、 後日民団から聞くと応じた。後日、民団と在日韓国商工会議所が、母体のレジャー産業健全化推進協会の協会幹部たちが、遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書を小沢へ提出することとなった。上記と同様の陳情が2007年12月、泉信也国家公安委員長、森吉郎日韓議員連盟会長に対しても行われている。 2010年、パチンコの監禁合法化とカジノの解禁を目標とした超党派の議員連盟、国際観光産業振興議員連盟が発足した。パチンコのルーツとされるウォールマシン、マサムラゲージ現代のパチンコ大パチンコ遊撃等、製造会社の組合として、1960年設立の日本遊戯機工業組合がある。 2017年時点で過去1年以内に新機種を供給しているメーカー。2017年時点で過去2年以内に新機種を供給しているメーカー。2017年時点で過去2年以上新機種を供給していないメーカー。パチマガスロマガモバイルパチマガスロマガフリー。一般社団法人日本遊戯関連事業協会15報道特番パチンコで壊れる日本桜 H232 12, ありがとうございます。